こんにちは新州読書会の宮沢です、えー、戦争と平和の解説の続きをしていきます。えー、第4部の第2編の第1章です。えー、ここから第7章までですね、えー、タルチの手の戦いというのが描かれています。えー、小説としてはただ歴史的な背景を解説しているところなんで、えー、特にピエールとかナターシャとか出てくるわけではないんで、 ちょっとさらっと解説します。えー、ロシア軍はですね、えー、フィリで、この画面に地図を貼っときましたけど、9月1日にフィリで、えー、モスクワ放棄を決定してから、えー、当初はですね、ニージニーノブゴロドド道の方へですね、退却しようと思ったんですけど、そっちに行くと川があってね、なんかあの、物流が途絶えちゃうってことで、で、南の方が両末、 まあ食料とかね、馬のぐさ、餌とかがあるんで、南の方、このリャザン街道っていう方へ、えー、退却していきます。ということになります。で、その、退却していったロシア軍を追いかけて、ミュラの部隊がですね、追いかけてくるんですけども、で、そのうち、あの、ナポレオンもモスクワから転進して、撤退して、えー、カルガ街道っていう方にですね、 えー、逃げていくんですけども、えー、それを側面からですね、攻撃するっていう一応作戦が、クトゥーゾフが考えまして、まあ主にパルチザンですね。パルチザン部隊、小さなゲリラ部隊で、あの、追撃していくってことが、まあなんていうか作戦として取られたっていうか、自発的に行われたっていうか、えー、行われていくってことが、まあ大体書かれています。えー、で、一回このタルチノってとこで、 まあ、小規模な真ん中にありますね。このカルガ街道、旧カルガ街道と新カルガカイドのあ真ん中にあるですね。ダルチオンというところで戦闘が行われるんですけども、えー、まあ、この間、皇帝は一応ペテルブルクからクトゥーゾフ宛てに命令とか出していくんですけど、まあ、やっぱりタイムラグがありますんで、全然こうやり取りしてもですね、うまくいかないんですね。えー、で、皇帝も、お叱りに近い言葉を、 クトゥーゾフに出していくんですね、えー。なんですけども、もうクトゥーゾフも、まあ、腹を固めて、何て言うんですかね、時間、まあ、とにかく冬が来るのを待つという感じで、えー、まあ、時間稼ぎをしてたんですね。でナポレオンが、あのー、クトゥーゾフに会ってて、このはは講和交渉してくれっていう手紙を送るんですけど、423ページですね、これ。 第2章、4部の2編の2章です。私はもし何らかの取引の情報にと乱されることがあれば、後世から呪われることでありましょう。これが我が国の真の精神、我が国民の真の精神でありますということで、まあ何回かね、ナポレオンが交渉させてくれって言って、普通の運動に死者を送ってくくんですけど、全部、まあ、交渉しないと、いうことです。えー、で、 だん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 フランス軍も無秩序になって、モスクワを占領していてもどんどん無秩序になっていくということが起こります。で、まあ、その一方でロシア軍の中でも権力争いですね。将,将軍元帥同士の権力争いが起こって、まあみんなクトゥーゾフの言おうとも聞けなくなってくるわけですね。えー、結局、まあ、まだ戦うのは早いと思うんですけども、まあ10月5日ですね。10月5日にタルチノで戦うって計画が立てられてですね、まあクトゥーゾフはしぶしぶ、 あの、もう戦わざるを得ないっていうことで、えー、作戦計画に署名して、戦いが始まるんですけども、えー、結局将軍たちが言うこと聞かない。10月5日に作戦命令を出したのにですね、みんなどっかで酒盛りしててですね、あの、出撃、出動しなかったんですね。で、まあクトゥー族はもう自分もこんなに恥ずかしめられることないと、命令出したのにみんな聞かないと。これ434ページの第、 4部第2編の6章ですね。え百、ー、435ページ1行目。小僧っ子の将校だった時でも誰も俺のことをこんなひどくバカにしてなかっただろうところが今になって彼は体罰を受けたような肉体的な苦痛を感じた。えー、ということですね。作戦命令を10月5日になしたのに誰も将軍たちがが盛りしてて動かなかったんで、まあ翌日もう一回、10月6日ですね。 戦闘することになります。えー、で、第6章ですね。4部の第2編の6章に、あの、デニーソフが出てきます。デニーソフが小さな部隊を、コサックの中心の小さな部隊を引き連れて、まあ、ミュラーがいるってことに気づきまして、その部隊に、あの、攻撃をかけんですね。寝返ったポーランド人士官がね、あの、ミュラーのいるところを教えてくれて、えー、まあ、1キロぐらい先に自分、 自分たち1キロぐらい先にミラーがいるってことで、その部隊を、えー、攻撃しますな。なんですけども、まあ、ミラーを追いかけるや捕まえることもできたんですけど、分取り品ですね、えー、フランス軍の分取り品を取ってたらですね、攻撃が遅れまして、えー、結局分取り品取っとるだけで終わっちゃったと。で他の将軍たちもこの日、戦闘タルチネを戦闘したんですけども、まあ、命令系統がぐちゃぐちゃで、 ただ単に何百人かが無駄に死んだだけで終わります。で、もう全然、あの、私利滅裂で、せっかく、あの、ミュラを生け捕りにするチャンスをむざむざ逃がしまして、タルチノ戦というのは終わります。えー、だけど、このタルチノ戦というのは、まあ、ちぐはぐさ、これ445ページですね。 後ろから4行目。タルチの戦は他でもない。そのちぐはぐさのため、戦争その時期にまさに必要だったものに他ならないことは完全にはっきりするだろう。実際に生じた以上に目的にかなったこの戦闘の結果を何か他に考え出すことは不困難だし不可能だと、不可能だ。最小の努力と最大の混乱と最低の損失で戦争の全期間を通じて最も大きな成果を得られ、退却から攻撃へ転換がなされ、 えー、フランス軍の弱さが暴露され、ナポレオン軍が逃走を開始するために、ただただ待ち受けていた一月与えられたのだと。まあ、このタルチの戦からやっぱり、フランス軍が劣勢にどんどんなっていくってこと、きっかけになったってことが書かれてます。これが、えー、第4部の第2編の1章から7章までです。えー、で、続きです。えー、第4部の第2編の第8章。えー、ナポレオンはですね、 その後どうしたか。まあ、ボロジノの、ボロジノの戦いから、えー、モスクワに入場しまして、えー、タルチノの戦いをきっかけにモスクワから撤退することを決定しますけども、それまで何をやってたかというと、えー、一応、このまま、ペテルブルまで進軍するかですね。北の方の。それか、モスクワで越冬すると、冬を越すか、 あるいはクトゥーゾフ軍を追いかけていくか、ええー、まあ、追いかけながら撤退するか、いろいろ考えたんですけども、一番最低の選択をしたと。ええー、結局、まあ、モスクワを放棄してですね、ええー、なんとなく南の方に転進していって、クトゥーゾフ軍を追いかけながらですね、撤退、転進していくってことを選んでしまったんですね。で、 まあ、ここからトルストイの意見が書いたんですけども、まあ別にナポレオンがね、判断ミスしたわけじゃないと、ナポレオンのやったことは全てね、理にかなってたんですけども、最終的に一番悪い選択をしてしまったっていうのは、まあ彼の責任じゃなくて、まあ歴史の必然だみたいなことが書いてあります。もうちょっとこの辺のことはですね、各自で読んでいただければと思います。ちょっと細かく解説するあれでもないんで、え一応行政面ではモスクワで憲法、 憲法を制定してですね、市役所を設置して、まあ略奪をやめろっていう命令を出すんですけども、えー、それで、さらにはちょっと、こう、講和条約を結ばしてくれって何度もペテルベルグに、あの、アレクサンドル皇帝宛てにですね、えー、ロシア人を送るんですね。まあロシアで、まあナポレオンに略奪されて無一物になった貴族とか、モスクワの、 養育委員長とかを使ってですねアレクサンドリッセのところに手紙を送る、死者を送るんですけども、まあ、全然梨の粒ですよ答えない。全然交渉しないってことで,で、さらにモスクワを統治しようと思って市役所を設置して、えー、あと、まあ越冬しようかと思って、まあ、越冬するためのコートとかね、そういうものを食料とかも調達したんですけども、まあ、さらにはちゃんと、あのただ略奪してるとまずいんで、自分が持ってきた ロシアのニセルブル札ですね。えー、これを使って、一応自分の軍隊に賃金を与えたりしたんですけども、全然軍の規律っていうのは、まあ、守られず、まあ、宗教面でも、僧侶の吻業を再開していいっていう命令を出したんですけど、まあ別に再開もしてもくれず、す、え、べ、ー、ての面でナポレオンが出した命令が全く守られず、 えー、結局、偽札がですね、モスクワで大量に出回ると。そのせいで、お札に価値がなくなりまして、これが458ページに書いてありますね。えー、偽札と本物がモスクワに溢れて値打ちがなくなっていた。獲物を求めているフランス兵たちに必要なのは金だけだった。 アポレンが実にお慈悲深く不幸な者たちが分け与えた偽札が価値を持たなかったばかりか、銀もその価値以下で金と交換されたということです。まあ、もともと偽札持って入ってきたんですね。攻めてきたんですね。で、紛ながらそこの辺の農民買収したりしてたっていうのは以前もお話し,しましたけども、偽札と本物の札が混じ,混じっちゃって、まあ、インフレになったってことですね。で、こういうこと一個一個は起こりまして、 まあその上にそのタルチノ戦での一撃っていうのがありまして、それにショックを受けて、まあ、モスクワをもう放棄すると。えー、いうことで、えー、ナポレオはモスクワ撤退を決意するということです。ということでした。ちょっと早足で第4部の1章から10章、第4部2編の1章から10章まで紹介しました。えー 最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。